こんにちは、ビハイアの松村です。今回も業界のニュースお伝えしてまいります。ロックマン7宿命の対決が、Wii U バーチャルコンソールタイトルとして登場ということで、ニュースになっております。まあロックマンですね、非常に有名なシリーズですね。まあカプコンさんが、現在ですね、様々な形で、展開しているとは思うんですけれども、まあ、そちらの今回の、ものとしましては Wii U の、ダウンロードとしてですね、ロックマン7が配信開始ということで、お伝えしてまいりたいと思います。価格ですね、823円税込み、非常にお求めやすい価格になっておりますので、もしですね、昔遊んだという方がいらっしゃいましたらですね、この機会に、ダウンロードでもう一度プレイしてみる、そういったこともですね、してみてもいいのではないかと思います。まあロックマンにつきましてはですね、本当に様々に、ありますね。私も例えば、スマホのロックマン、ロックマンクロスオーバー、あちらの作品もですね、プレイしてみたりもしました。まあ、なかなかですね、スタイリッシュなロックマンが、そちらでは活躍していましたね。まあこちらのセブンの場合ですと、まあそういったスタイリッシュさというよりはですね、懐かしいちょっとノスタルジックなような、そんな、ロックマンを再びプレイできるのではないかと思います。まあ今後もですね、こういった業界のニュース、随時配信してまいりますので、興味があるものに関しましてはですね、そちらもご覧になってみていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。